今日も簡単で美味しいレシピを紹介していきたいと思います。まず材料です。マヨネーズ、大根、サバの水煮缶、玉ねぎ、大葉を用意してください。まずは玉ねぎをみじん切りにしていきます。結構細かめがおすすめです。結構ね、切り方が雑かもしれないんですけど、お許しください。出来上がりが美味しければ OK ってな感じで、いつもこのノリでやってます。今回は新玉を使ってるんですが、新玉じゃない玉ねぎの時はちょっと水にさらしてから使った方がいいかもしれません。で、そうこうしている間にみじん切りが完成しました。これをボウルに移します。続いてサバの水煮缶を入れていきます。今回は大根に包むので水気は切って使っていきます。あ、ちょっとこぼしちゃってますね。気にせず作っていきましょう。はい、水が切れました。で、ボウルに入れていきます。続いてマヨネーズです。今回は 65% オフのマヨネーズを使っています。とってもヘルシー。大さじ3杯ぐらいは入りましたね。これをフォークで潰しながら混ぜていきたいと思います。マヨネーズが足りなそうだったので少し足しました。次にブラックペッパーを入れていきます。サバの臭みを消すにもたっぷりめの方が美味しいと思います。マヨネーズの量に納得がいかなかったのか、さらに足してますね。お好みで大丈夫ですよ。続いて味塩コショウ、そしてさらに混ぜ混ぜしていきます。もうこれで種は完成です。マジ簡単。続いて大根の準備です。私は使いたい部分だけ皮を剥いて使っていってます。続いて大根を薄くスライスしていくんですが、今回一番難しかったかもしれません。あ、失敗して笑われちゃってますね。あ、2枚目いい感じにできました。あ、3枚目、あ、ちょっと失敗してます。皆さんはスライサーを使ってください。はい、また失敗しました。うまくスライスできた方と、厚くなっちゃった方を並べてみました。スケスケぐらいが、ちょうどいいですね。で、裏技で厚くなっちゃった方はお塩をしてしんなりさせて包みやすくしていきたいと思います。続いて大葉を準備していきます。まずさっと洗って茎の部分をカット。で、そんでもって縦に半分にしていきましょう。私この動画が YouTube 投稿の2本目なんですけど、1個目が餃子で、2本目が大根で、また種を包むおつまみってことで、包むの大好きみたいです。包み方はとても簡単です。大根の中央に縦に切った大葉を乗せて、種を真ん中に置きます。餃子より簡単ですね。最後に爪楊枝で一刺し。爪楊枝の刺す部分が真ん中すぎて開いちゃったので、もう一度刺し直しました。よく考えれば分かりますよね。
で残りも全て同じように包んでいきます。大葉をはみ出してわざと置くのもちょっとおしゃれで良かったかもしれないですね。なんかいい方法があれば皆さんコメントで教えてください。このレシピに関してはコツとかって一切ないので、マヨネーズとか塩コショウの量は完全にお好みで、大丈夫です。ぜひぜひ皆さん作ってみてね。バイバーイ。